でも今彼女欲しくないってさっきすごい強がりで言ってたんですけど、絶対嘘と思うんですけど、今作んないみたいな。なんかそこまでのなんかまあ余裕っていうか気もしてて、もうちょっとまあ落ち着いてから。マジでいらないですか今彼女。欲しいです、欲しい。ちょっともう一回叩かれます。彼女募集中です。絶対欲しいじゃないですか。よろしくお願いします。内藤さんってやっぱモテるんですか今。いや、仕事で、はい、正直ギフから本当に土曜まで、はい、仕事してるから雑行ね、はい、雑行ね、はい、雑行ね、はい、もう仕事してたらなんでもう時間がない。いや、でもモテそうですよ、見るからに。ありがとうございます。あとマチコンとか一緒に行きません？内藤さんと行ったらめっちゃ面白そうやな。あの、今住んでらっしゃるワンルームの木造アパートにも結構連れ込んだりとかされてるんですか？木造アパートの。だから今、あの、実際にバラしますか？はい。部屋2個あるんですよ。はい。2個あるんですか？ポップしてるじゃないですか。じゃあ、あそこは現場用でもう1個部屋あるって。2部屋？詰めすぎるの？違ったところに。じゃあ、最近じゃあ、マジ稼げてるんですね、ちゃんと。そうですね。あの、いちいち電車乗るのがめんどくさい。はい。タクシー乗るんですか？いや、幕張に家があって、はい、そこから電車乗って、その20分で下がるっていうのは朝がめんどくさいから、はい、安いとこ来る。部屋というか、2個借りてるってことですか？すげえ。いやいや、金持ちじゃないですか。いや、内藤さん、すっからかんです。家賃どれぐらいですか？3万。安いやん。もう1個の、じゃあ自分の家はいくらなんですか？15万。それ、マジですか？持ってるやん、絶対。15万のとこ住んでるんですか？だって給料25万から30万って言っても計算的におかしい。1枚くらい。そんな稼げてるんですか YouTube。 じゃあ18万も家賃かかってるってことですよね、2つ。生涯はかっこいいな。絶対嘘やけど。赤いやつや。絶対嘘とは思うけど。じゃあ貯金とか結構あるんですか内藤さん。いや、内藤さんすっからかんです。何かあった時に、はい、200、300入るのもあるし。200、300入る時あるんですか？で本当になんでそこ嘘つくの内藤さん。200、300さらっと言ってるけど、それは動画で言えませんけど、ちょっとでも、ふかし癖あるな、僕、ハゲ内藤見てたら知ってるんで、一回、国を動かせるみたいなこと言ってる時ありますよね。何でこと言ってるんですか。家賃18万はびっくりしたな。でも、千葉ですよね、千葉で15万って結構、住所教えてもらってもいいですか。あ、すみません、嘘です。え、嘘ですか。平気な顔でそんなに嘘ついたんですか。もう信用できなくなるんですけど、家賃いくらなんですか、実際は。今、引っ越して、6万とか3万とか。なんでそんな嘘ついたのか、マジ信用できない。すごい嘘ついてる。6万ですか、今、実際は。6万とか引っ越して、はい、3万で。じゃあ今、家賃3万だけってことですか。なんでそんな嘘つくの。2つ家あるとか。すごいな、マジで。やっと認めたけど、ひどい、マジで。配信終わってから、あれは冗談でよって思ったけど、ひどっ。どんだけ大きく見せようとするんですか。もう何も信用できん。人も察してないと思う、俺。人も察してない、絶対。聞いてました。家2個借りてるって言って、片方15万って言って、それ嘘だったんですって。ひどい、マジで。なんだかんですよ。お金持ってます。お金持ってますので、はい。金持ってるやつがここに住まないだろう。それ違いますよ。自分家ありますもん。家が自分家今2個あるので、なんか1個2個でダメでしょ。何個持たなきゃ、本当に。